筑波型巡洋戦艦は、大日本帝国海軍の巡洋戦艦。浚港時に、巡洋戦艦の類別が存在しなかったため、当初の類別は一等巡洋艦であり、筑波型装甲巡洋艦としても知られる。本型は、日露戦争初戦の旅巡航閉塞作戦で触来し、沈没した八島と初瀬の損失を補うため、1904年度、 臨時軍事費において2隻の建造が承認され、2隻とも国内のクレゾー戦所で急増されたが、日露戦争には間に合わず、1907年に、つくばが翌年1908年に、イコマが竣工した。竣工時は一等巡洋艦に類別されたが、巡洋戦艦の類別が新設されると1912年8月に変更された。なお、 建造当時最大の国産艦であり、従前の艦が装備していた艦種の昇格が廃止されている。一等巡洋艦でありながら、戦艦と同じ手法が装備されていた。1912年に巡洋戦艦の類別が新設されると、一等巡洋艦から変更されている。巡洋戦艦というのは戦艦並みの火力と巡洋艦並みの速度を合わせ持ち、その代償に、 装甲防御を犠牲にした感とされるが、筑波型の場合は、装甲防御についても当時の全土急戦艦に近いものを持っていた。ゆえに本型はむしろ全土急高速戦艦というべき存在であった。本型の収益時にはすでに土球戦艦の先駆けとなったドレッドノートの収益後であり、直後には後に世界初の巡洋戦艦とされた。 インビンシブル級3隻も収益したために、本艦の戦略的価値は低下した。イギリスの巡洋戦艦は既存の走行巡洋艦を、量がする25.5ノットの高速と1隻で全、土球戦艦2隻分の火力を合わせ持つ強力なクラスであり、ドイツの巡洋戦艦、フォン、デアタンも、火力では28センチメートル砲8門速力24.8ノット、 全土級戦艦並みの防御力を合わせ持っていた。筑波型の場合は、走行防御については、ドイツの巡洋戦艦並みのものを持っていたが、火力では、イギリスドイツの半分程度しか持ち得ず、速度では24ノット強を出せる、イギリスドイツのものに比べて本型は20.5ノットで、決して高速ではなかった。全土級というカテゴリーにおいて、高速を誇っても、 全部急戦艦そのものの価値が低下してしまった後では、戦力的価値は低くなってしまった。大正時代に取られた、つくば。全部マスト上に射撃式書が設けられ、原則配置の 15.2cm 速射砲2門が、甲板上に移設されていた。戦隊形状は、典型的な朝鮮主狼型戦隊であり、両派性を良くするために、艦首水面下の昇格を廃止して、 クリッパー型艦首を採用し、艦首看板の還元を高く取られた。そこに手法として、アームストロング1904年型30.5センチメートル砲を、くさび型の連装砲塔に収めて、艦首看板に一機、その背後に司令塔を組み込んだ、操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。船体中央部の煙突の両脇に、細めの通風塔が立ち並び、その周囲は、 関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットが、片弦二組ずつ、計四組と、後部マストの基部につくクレーン計二機により運用された。船体中央部に原則部には、複方の 15.2cm 速射砲が、ケースメイト配置で、選手炉に2機ずつ、原則に4機ずつの片弦6機で、計14機が配置された。艦上に1 2砲が12機。 搭載された。上部構造物の末端部に短脚式の後部マストと、後部環境が立ったところから甲板一段分下がって、後部甲板上に、後ろ向きの後部手法等一基の順である。つくばの武装、走行配置を示した図手法は、アームストロング社の新設計の、アームストロング1904年型30.5センチメートル砲、である。その性能は、 重量 386kg の砲弾を、行角20度で、最大射程21120メートルまで届かせられる、性能を持っていた。これを新設計の砲塔に収めた。砲塔の方針は、行角20度、深く5度の間で上下できた。この砲塔は、左右150度に旋回でき、重量 386kg の砲弾を、毎分一発の間隔で発射できた。 イコマ。副砲は攻撃力を重視して、アームストロング1913年型1 5 2トル速射砲を採用した。その性能は、重量、45. 4 5 4ラムの砲弾を、行角15度で12,344メートルまで届かせられる、この砲を単装砲がで発揮を搭載した。砲がの不行能力は、行角15度、不覚のなどで、 旋回角度は150度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5から7発である。他に近接火器としてアームストロング 7.6cm 速射砲を採用している。 1>, 1 5ラムの砲弾を行角40度で1740メートルまで到達できる。この砲を炭素砲がでつくは8機、生駒は12機を搭載した。砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。不行は行角65度、深く10度で発射速度は毎分15発だった。他に、 手法では手に負えない相手への対抗として4 5 7トル魚雷発射艦を単装3機ずつ装備した。竣工後の1919 19年に、イコマのみ1 5 2トル速射砲2門と1 2トル速射砲4門を撤去し、対空火器として3年式7 6トル広角砲を単装砲がで2機を搭載した。収益後のつくばは、 伊集院五郎を中将式で配下に、笠木型防護巡洋艦、千歳を置き、意外艦隊を編成して1907年2月28日に、アメリカのハンプトンローズで行われたアメリカ植民300年祭、記念観艦式に参列した後、6月にイギリスを訪問した後に、ヨーロッパ各国を歴訪してから11月に帰国した。イコマは、1910年に、 アルゼンチン独立100年祭りに参列、キロでヨーロッパ各国を歴訪してから10月に帰国した。1908年に横浜にて本型2隻でアメリカ海軍太平洋艦隊を迎えた。第1次世界大戦では、つくばは西太平洋で紹介任務につき、つくばは9月17日から翌年4月にかけて南洋諸島占領作戦やドイツ東洋艦隊からの 通称保護作戦に参加したが、対戦中の1917年6月に、横須賀港に停泊中に、全部火薬庫の爆発により、爆沈、乗員305名が死亡。同年9月1日に除籍後、1918年5月から1919 19年12月31日に、かけて、現地で解体処分された。一方、伊駒は、 日本本土からシンガポールまでの航路防衛と南部太平洋での紹介任務についた。対戦終結後の1919 19年により、法術練習官に類別され、1922年2月に締結され、ワシントン海軍軍縮条約により、配管が決まって1922年9月に横須賀で主砲塔を解体して陸上げした。このうち全部主砲塔一機は、 陸軍クレーン船、青州丸により、千葉県房総半島須崎第一砲台へ運搬されて、現地で要塞砲として活用された。船体は1923年9月20日に除籍され、1924年4月に三菱造船に売却され6月から翌年11月にかけて長崎で解体処分された。ありがとうございます。